一歩本人よしこ。あのね、今話してるのが、ね、ちょっとインドネシアにはちょっと今ね、キャンペーンがあって、実際に映画館のシアターを一つの場所をね、独り占めできるのよ。この前ね、それを貸し切りになって、ヨフィが2時間ぐらい一人で、ゲームやってたのよ。そう、ゲームやってたのよ。めっちゃ良かったよ。めっちゃ良かった。まず、モンハンとバイナルファンタジーをやったのよ。そこで2時間ぐらい。その、映画館で。ふわーって、もう本当にさ、なんだろうね。もう本当に広くて、で、一番いいのが、音声なよ。サウンドがね。シャーってめっちゃ、はーってなって。そうそう、映画のスクリーンでゲームをやってたのよ。PS4 のゲーム。やったのよ。で、最初は、やってみようかなと思って、一回やったんだけど、その後に、またやりたいなーと思って2回目行ったわ。もう2回目行ったわ。で、本当に今はそのスタッフさんと仲良くさせてもらってます。うん。そのスタッフさんが、あら、お姉さん、今月もゲームやるかい?みたいな感じで。そうだねって。来月かな来月でいいのかな?もう本当に仲良しさん、スタッフさんとの、本当に仲良し、今。来月また行きたいなと思って。だっていいよ、みんなもう本当に一回くらい、映画館でゲームやってみようよ、一人。めっちゃ一人で、スタッフさんが、確認した、確認してる間に、普通はね、そういう貸し切りとはね、普通の、誕生日とか、イベントがあるじゃない?普通。で、確認したときに、あら、一人ですか?あ、一人です。って思って。はぁーって。It was really good. I got addicted on playing games on theater on my own.